そうだな。結構積もったね、30弱ぐらいか。いや全然書いてないです。大変だわ、これ走ってた。これで明日になると溶けて固まっちゃうから。あ、そうだね、凍っちゃうからね、うん、凍っちゃうと大変だよね。まだサラサラだからさ。冷たくて気持ちいいのかな。歩くとこでも大体決まってるみたいで、アランも。あ、寝転がっちゃった。あらも中行きな。あ、外がいい？中行きなさい。な、濡れちゃうから。どうしたっけ？俺のことないさ。あ、補充する？行くの？ゴミ箱漁ってんのか、アランは。そうそう、ゴミ箱見えてる。結
ケンシャ行く？アナ。ケンシャ入るか。寒いよ。な、ストーブつけないと。ケンシャ行く？ルンルも行くな。最近はケンシャが好きだね、二人とも。お、自分のとこ行くのかな。あ、自分のとこ行ったわ。ここに誰かいるよね。うん、自分の部屋が分かってんだ。どうする？ケンシャにいるならストーブつけてあげる。うちの中にいればいいじゃん。今日みんないるから。アナ君、ダメだよ。あ、蓋しちゃったんだね。うん、うん。ああ、あそこにもあるんだ。あそこも。ここが見えるように。あ、自分の部屋から見えるように。あ、ここにもあるんだね、ちっちゃいのがね。うん、きれいに食べたよ。野鳥のごちそうって書いてある。うん、これ言ってたから買ったんだ。あ、そっか、あの裏まで行かなきゃいけないから。そこら巻いときは食べる。あ、鳥の巣もそこにあったんだ。そうそう、ここあんまり巣作らないからな。そう、穴がちょっと小さいじゃん。でもなんか調べたんでしょ、野鳥のサイズ。小さいね。隣にこれもちょっと大きいんだ。大きいのかもしれない。あ、まだこっちに向かいてこっちやろって、またこっちやろって。木道もまた真ん中のとこちょっと少しふにゃふにゃしてきてるね。去年あたりから冬になると一部だけだけど染み上がっちゃったから、もう多分もうさすがに少ないよね。うん、もう20年だらけだ。うん、前はあれか、天板を張り替えたけど土台はそのまんまなのか。うん、土台が腐ってた。一旦ハンデ、土台を直さない。うん。まあ、次から次へとみんな。やることがあっていいね。お父さんがここにいるから、なんとなく来てるだね。ルンルンとアラ。そのまま落ちるようになってる。ああ、なるほど。雪かきでぴったり。高さも合わせてあんの。ちょうどそれにすっぽりはまるようになってる。こっち
ちらじゃちょっとまだ設計がその段階ではなかったんだね。踏み台の幅にはなってる、うん、もうたちまち乾いてるわ。うん、もう乾いてる、うん、今の間にもうさっきまで雪で覆われてたのにもう乾いちゃった、うん、ものの10分だ。そうだね、30センチ以上あるね。またちょっとほらここは下と違うから、うん、市内より5センチくらい多いんじゃない。セミの抜け殻がまだくっついてる。そしたらそれでガサガサガサっと落ちるね。すごい音するもんね、うん、こっち少しもう溢れてるじゃん、この辺とか。ここも落ちてるし、ああ、雪がね、うん、あ、本当だ、かなり深いね。なんか用事なの。